どうも。もう撮ってんの？もう撮ってる。なんならあのサッカーのゴミ箱とか撮ってるで、ね。なんでやねん。早ない撮る。いやもうカットできるように。どうも。ぼぼしでーす。あ、いつものやつやってくれへん。いつものやつ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 が欲しいな。どこで見てもぼぼしだよ。どうもぼぼしでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。これで終わろうかな。これで終わり。もういい。もういい。もうお腹いっぱい。ニンニク対決って言われてる。じゃあもうえってもうニンニク。ニンニクやばいな。じゃあなんか違うネタしてくれへん。違うネタでももうなくない。炭酸あかんやろ。炭酸無理。炭酸あかんやろ。だから、炭酸コカ・コーラ振って炭酸抜いたやつを一気飲み。一気飲みで俺炭酸ありでやろうか。コーラ嫌いもん。何やったら。無理無理無理。何やったらできるんだ。美味しくいただきたいから。生麦生米対決、納豆対決とか言ってる。あ、納豆持ってきてるでしょ。いらんて。臭いて。マジで臭いて。やめて。何のやつ。縄跳び対決とか言ってるし。もう縄跳び疲れるもん。ババシャンキャスやってる。はい、今静岡にいてます。差し入れありがとうございます。いえいえ、びっくりしたわ。え、びっくりしたわ。差し入れてかまずおると思わんかったし。 あ、そうなの。普通にトイレから出てきて普通にパッて見たらえみたいな。誰が。いさむさんおったやん。ああ、そういうことだ。ほんまびっくりした。出てきてなんかトラックにおるわと思って。ああ、じゃあパッてなトイレおっと思って行ったらおった、うん、おったでとりあえず差し入れして逃げたろう思って、うん、逃げたろうで閉めていこうと思ったら、うん、パッて言ったら後ろにからなんか視線感じるやん。おるかな、おるかな。でもほんまにおったからなんかかけていったらなんか不審者思われるからもう入って渡した。不審者普通にもらった。はい、いただきます。いただきます。バナナ入ってたし。ほんでなんかネタを今聞いた。炭酸飲めへん。無理無理。そう、何なん炭酸飲めへん。無理やん。炭酸とかもう今どきの女子やろ。顎痛だでもここが。そうシュワってなれへん。ならへんならへん。あ、せいこさん熱々おでんの早食い対決って言ってる。それ絶対やばいやつやな。しかも天神屋とか閉まってるわ。あ、やってへんねん。やってないよ。だって10時までやろ、おでんやってんの。あ、そうなの。お店は。じゃあ誰かあの YouTube のコメントにもし天神屋さん何時か分かったら教えてください。すぐ YouTube でもな、多分そういうの、多分コメントでお前そこにおるって見に行ってよって絶対言われてる。間違いない、それもない。すれちゃーんって。てかこっちの方が私可愛く見えるんやけど。じゃあこれあれや、鍵やからじゃん。こうやったらいいんじゃん。可愛く見える。あ、ほんま可愛く見える。あ、ほんまやった。あ、でも俺の方が携帯綺麗じゃない。確かに。なんで？なんでなの？おかしい。あれなのかな。なんでないの？角度もある？え、でも11？私11？11やな。うん、11。ここだって 10S やもん。全然違うの？ちゃうな。もういい？もうええかな。もういい？もういいか。そんな感じで、ありがとうございます。うんこ。もう、うんこ、え、どうなん、どうなん。うんこ。見えへんの。見えへんの、分からへんの。見えへんの。おっぱいしか強調しない。おっぱいアピールしてなきゃ。おっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。ただこれだけ、4分の尺このまま垂れ流しということで。垂れ流し。あと残り4分を飯食うてるシーンだけお見せします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、おはようございます。イサムちゃんです。とりあえずね、神奈川の方を着きました。もう髪の毛こんな感じでもうボンバーなんでしょう。昨日ね、そのちょっとだいぶ寝て、もう朝ちょっと時間なんかパッと起きてできたんで、こんな感じで髪の毛ボンバーのボンバーイサムちゃんです。はい、おはようございます。現在7時半ですね。で、受付しに来たんですけど、一番なんですけどね、受付用紙がありません。ということで8時からおろしってことで、8時からおろしみたいな。今日2箇所おろしね、こことも1軒ね、おろしに行って、で別の神奈川のとこで積み込み、今日はパレットですね、積み込みは。で明日ちょっとそれを兵庫の方でおろしてからの岡山向けってことで、明日のスケジュールが、超ハードってことでね、頑張りたいと思います。はい、お疲れ様です。イサムちゃんです。はい、今ね、土山のサービスエリアに来ております。で、この先、信楽
土山間から草津間でね今工事してまして、交通集中によってね7キロの55分の渋滞出ております。でこのままねまだ突っ込んでも時間足りませんので一旦土山でね、ご飯を作ってちょっと一回ね、寝てないんで、しっかりちょっと睡眠とってからこの後ちょっと遅かけになりますけど走りたいと思います。ということで一旦ここでご飯作りたいと思います。ちょっとあったかいものを食べてしっかり、体温めて寝たいと思います。ちょっとだいぶ疲れてもはい、ということで疲れた時には美味しいご飯そして寒い時にはこれっていうのをね作りたいと思います。それでは作っていきます。はい、では鍋の方が準備できました。鍋って言うてしまったな、鍋って言うてしまったやん、めっちゃ。はい、準備できました。はい、今日使うのはこれをね準備してくる。お豆腐でここにねウインナーと鶏肉のももですね、用意しております。ここ1人前用に、であとここに野菜で、今日はネギを安かったんでネギと椎茸もねなんかしら安かったんで今日椎茸をしようと思います。であと一応もやしね、もやしも使います。はい、これの 1,2,3,4,5,6 種類ちょっと今日は豪華に使いたいと思います。では準備をしていきます。はい、では準備ができました。で何をするかというとまずはじめにねこれです。今日するのははい、寒い時期といえばこれ、じゃじゃん、見えるかな、はい、じゃん、ちゃんこ鍋の素。はい、ちゃんこ鍋をねしようと思う。でもただねほんまは普通の寄せ鍋をしたかったんですけどスープがなかったんでちゃんこにしました。はい、ということで今日はこの素を使って今日は鍋をしたいと思います。でこれでいけるかどうか分かりませんけど、はい、これでやってみたいと思います。怖いんですよこれね、これがちっちゃくてちょっと入らない、わー、ちょっとこぼれた、ちょっとこぼれた、おーおー、結構早いな、おー、さすが、大丈夫か、ちょっと大丈夫か、量入れすぎたんちゃうか、久しぶりにやっちまったから、とするまで待ちたいと思います。はい、だいぶ沸騰し始めたんでまずはね、火を通すものから先に入れときたいと思います。まずは鶏肉ね、ちょっとまだ半解凍なんで早めにちょっと入れときます。ただいま10分以上経ちますが全然沸騰しません。ちょっと嫌な予感がします。ということでちょっとある裏技を使いたいと思います。フライパンに移し替えます。ね、フライパンに移し替えましょう。具が入らない、出汁もちょっと足します。はい、出汁も足しました。はい、だいぶ沸騰してきたところでね入れていきたいと思います。とりあえずね、しっかり煮込んでいきたいと思います。いい感じですね。はい、ではこれをねしっかり煮込まで待ちたいと思います。はい、だいぶグツグツ沸かしてきました。まだ椎茸だけで、ね、ちょっとまだできてなさそうなんで、この辺のねネギとかはできてる感じですね。はい、これはちょっと食べていきたいと思います。鶏肉だいぶできてるところできてる。はい、はい、では早速食べていきたいと思います。すげーうまそう。ね、ステンレスなんで熱いんです。あたたた、ちょっとごめんなさい、熱いんでこういう形で持って食べたいと思います。失敗したな。では鶏肉ね出てるかどうか食べてみたいと思います。はい、こんな感じで、こらうまいね。見てもこの鶏肉すごい。中までしっかり火が通っとる。うん、豆腐熱い。うん、うまい。
鍋に合うんすね。うまい。うん、定番の鍋といえば白ネギ。あかあか、うん、1人前ペロリといけると思います。ちょっと暑いんで、すごい暑いんで、やっぱあのロールーフなんで、ハイルーにすればよかったんですけど、ロールーフなんでやっぱり暑い。はぁ、食べ終わったと思ったが、実はまだお腹が空いている。それではね、グツグツしたとこでこれを入れたいと思います。じゃじゃん、中華麺。そう、ラーメンっぽくね、ちょっと最後締めて片付けてしっかり、煮たいと思います。もう麺を入れてしまいました。ああ、使ってしまった。いってきます。なかなかブクブクは言わないよね。もうね、ガスがね、多分ね、もうそろそろなくなりそうですね。結構使ってますからね、これ。鍋とかお湯沸かす気でね、この熱量結構使うんですよ。炒め物はね、もうすぐ早いんですけど、こういうのをするとダメですね。うまそうやろ。うまっ。太るな。うん、やっぱ鍋の後は締めは麺ですよね。特にラーメンの美味しいで、あとこれにキムチあればね、ほんまキムチ鍋一緒思ったんですけど、やっぱこれで全然正解ですね。うん、まだいける。うん、今日は100点中120点で頑張りました。ありがとうございます。はい、そんな感じで片付けて寝たいと思います。さっきのバイバイはどこ行ったんだろうか、また見てください。ありがとうございました。それではおやすみなさい。またねー。